RD-0120 は、スペースシャトルの主エンジンに相当するエネルギアの液体水素、液体酸素を推進剤とするコアロケットエンジンである。オービターではなく、エネルギアコアに搭載され、飛行後、エンジンは回収されないが、モジュラー設計である。基本的には、アメリカの水素酸素エンジン技術よりも、成熟しているが、少なからず、 ロシアの技術革新や方法が取り入れられており、済むと RD-0120 には相違点がある。RD-0120 は理論的な非水力付近まで到達している。燃焼室の圧力は済むよりも高く、水力重量比を犠牲にして済むよりも単純化、低コスト化されている。燃料リッチ2段燃焼サイクルであり、 単軸で燃料と酸化剤の両方のターボポンプを駆動する。より単純で廉価なチャンネルオールノズルのようないくつかのロシアの設計の特徴が1990年代末にロケットダインによってスムへの適用可能か検討された。スムでは必要な音響共鳴燃焼室を使用せずに燃焼の安定を達成する。 水力、1.8639mn、1.5171mn、非水力45、454s、359s 燃焼時間、通常480から500秒、認定1670秒。基本重量、3449kg、全長、4.55m。直径、2.42m 水深材。 ロックス &LH2 燃焼サイクル2段燃焼サイクル種燃焼質圧力21.8インパ混合比61ノズル回口比85.7製造車キマフトマティキ搭載機エネルギアコアステージありがとうございます